ちょっとさ、マリンスーツ着たらさ、キャラクターめっちゃ幼児体型みたいになるよね。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速、ゆめみの館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン、ゆめみの館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は自然を生かした緑いっぱいの村、仲良し村に行ってみたいと思います。ご注文をご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。それじゃあ、仲良し村に出発。はい、仲良し村に到着。ほんとなんか自然いっぱいな感じ。夢の世界へようこそ。あなたは今、仲良しという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都の仲良しの世界をご堪能遊ばせ。着替えが。あ、着替えは一種類かな。で、手に持つものが、ちょっと種類、豊富にある感じですかね。ってことで、これ。シャボン玉や。よきよき。ちなみに季節は、まあ、夏らしいです。そしてシャボン玉。じゃーん。こんな感じで。ね、一応真夏の青空のもと、のんびりお散歩しませんかということで、季節は真夏です。こんなところにもプレゼントある。プレゼントとしか書いてなかった。さあ、それじゃあ、ちょっと一軒目のお家に。ふぅ。一軒目のお家に行ってみようか。いいね、自然に溢れた感じ。こうなんかね、自然に溢れとるって言っても、やっぱりちゃんと整備はされとるわけやん。私の村みたいにね、なんかすごい乱雑になっとるわけではなく、ちゃんとこういう獣道がね、素晴らしいわ。そしてこう、何注意なの？で、何注意なの？熊注意とかそういう感じ？怖い。どうも、天夏さん、東海岸に行ってみてね。お、後から行く。お邪魔します。東海岸、なんか置いてあるんかな？あ、かわいい。お花屋さんや、お花屋さん。よきよき。この子はこのお店の子？そしてカウンターには、これ多分お客さんから注文が入って作りよりやつやんね。いいね、いいね。やっぱ自然がいっぱいやけんね。花屋さん。そこら辺に咲いとる花？も？この辺の花とかも管理しようかな。あ、どうも。いよかんさん。あ、もしかして全体的に、あれですか？全体的に柑橘系の名前。ゆっくりしていってね。ゆっくりしていきます。ありがとう。お邪魔します。お、ここは美容室。お花屋さんに美容室。なんかめっちゃ、あれやね、女子力高い村っていう感じやね。いいね、いいね。やっぱこう自然に溢れた村とかでも、みんな、おしゃれはしたいんだ。そこはちょっとね、無造作ヘアとかじゃ、よろしくないから。まさかの服とかも、髪型セットして、その後ちょっと服もね、確かになんか髪型込みでそういう風にコーディネートしてくれたりとかしたら、ね、めっちゃいいね。そういうサービスあったりとかするんかな？はい、それじゃあ2階へ。2階はこれ、あれかな？メイクしてくれるってことかな？最初なんか自室かなって思ったけど、なんか同じセットが2つあって、これメイク道具とかあるやん。メイクをしてくれるとか、あとネイルをしてくれるとかそういう感じ？え、すごい。
すごい、1階と2階でもうフルコーディネートが完成するわけやね。素晴らしいやん。え、こういうとこ行きたい。めっちゃ行きたい。でもメイクってどうなんやろうな。なんか人にやってもらうっていうのがあんまないけんさ。人にやってもらったらやっぱちょっと顔変わったりとかするんかな。自分流メイクじゃなくなるわけやん。あの、成人式の時、成人式の時ですら私自分でメイクしたし、まあ上からちょっと足されたりとかはしたけど、振袖着るときに。はい、お邪魔しましたさあ、あと、もう一人は一体、何というお名前なのだろうか。ちょっとそこが楽しみに。そこが楽しみに。今のところ、甘夏イオカン、適取りやん。発作とかかな。あ、シャボン玉。シャボン玉。あ、なるほどね。なるほどね。一人は違うわけやね。ことこ村長さん、遊びに来てくれてありがとう。いえいえ、もう、めちゃくちゃ素敵な村です。やっぱ村長さんの家やけん、ちょっと大きめなんやね。お邪魔します。あ、ここはもう自室っていう感じかな。でも入り口入ってすぐに電話。プロ電話ってちょっといいよね。なんか最近ね、こういうなんていうん？昔ながらの、なんか、レトロ家具をモチーフにした、なんか、ガシャポンとかさ、流行っとったりするやん。ちょっと集めたくなるよね。はい、左の部屋は、あ、ここは、お風呂とトイレ。そして、まあ、洗面所って感じ？あ、なるほど。あれなんや。お風呂出てすぐに、ウォーターサーバー、飲めるようにってこと？あ、確かにね、あの、お風呂上がりに、コップ一杯の水飲むのって大事って言うもんね。あの、乾燥対策。そして洗濯機もここに。なんかあの、スマホとかでさ、洗濯機って歌んでも、洗濯機って言ったらなんか変換されるみたいな前に、豆知識のやつで見たんやけど。やっぱ、あれよね、洗濯機って言うもんね。綺麗。水回りが綺麗っていいよね。なんかこう、飛び回りのウォーターサーバーってあれよね、水だけよね、多分。私の家も、ね。私の家も数ヶ月前にウォーターサーバー契約したけれど、ちゃんとお湯も出るやつ。水とお湯両方出るやつ。あ、奥の部屋はキッチン。なるほどね。良きだね。ここで、まあ、ご飯食べながら、あ、ご飯食べながらテレビは見れんかな。この角度やったら。え、でも結構さ、なんか、ご飯食べよるときは、なんかテレビを見ないみたいなことを言われる家庭も、ね、ちょいちょいあるっていう風には聞くけど、うちは全然見るね。なんか普通に、なんやろ、テレビ見よるけん家族での会話なくなるとかないし、むしろ、テレビが共通の話題に、なんか普通にそのね、かかっとる番組について話したりするし、まあ家庭によって方針は様々だと思うけれど。はい、それじゃあ右の部屋へ。あ、右は村長さんの自室かな。めっちゃ豪華なんですけど。めっちゃ豪華な上にめっちゃ女子力。そしてやっぱりお金持ちだわ。きっとブランド物のバッグやね。そしてお姫様風の天蓋付きベッド。こっちでメイクとかもして、これ多分メイク道具が並んどんよ。え、しかもバランスボールまである。なるほど、もう美意識超高めやね。ほら、この辺とかも絶対、めっちゃ、コスメセットが置いてある。お、何かしら秘密があったっぽい。あ、そしてチワワ。あれ、なんか、入り口の方にも犬一匹おったよね。え、そして、一家に何台テレビがあるんだ。え、
これ3代目じゃないテレビ。ね、入り口入ってすぐんとこと奥のキッチンのところやろ。で、自室にもある3台。そんなに？まあ、でも最近はあれよね。テレビじゃなくてもタブレットとかでテレビ見れたりとかするけん、実質一家に何台もあるようなもんやけど。ほらほらほら、ダックスおる。はい、そして2階へ。あ、2階は、ここで村長業務をするっていうことかな。なんかいろいろと調べ物とかもできそうな感じ。自分が村長業務をするっていうよりは静江さんに任せるんかな。で、多分ちょこっとこの辺で仮眠取ったりとかしつつ、静江さんの仮眠？そういうことではなく。まあ、じゃないとね、静江さんもちょいちょい立って寝よったりとかするもんね。お、地下は、意外と、あんだけね、女子力の塊みたいな部屋やったけど、意外と車とか好きやったりするんかな。で、そしてここにもなんか、ちっちゃいテレビ置いてあるんやけど。ガレージで見ることもあるってこと？で、車と、自転車と、原付き？スクーター？なるほど。ピンクや、ピンク、かわいい。私は原付きの免許を取っていながら一切原付きに一回も乗ったことがない。講習以外で。実技講習以外で一回も乗ったことないんやけど、絶対運転できんと思う。もうね、原付きですらペーパードライバーっていう。さあ、そして東海岸見に行ってみてって言ったよね。東海岸降りるのこっちからか。ゴー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 。あ、ここや。あ、すごい、なんかめっちゃ整備されとるやん。すごくないこれ、綺麗。めっちゃ花も咲いとって。ほら、下も、これなんか、板みたいなの敷いてあるんかな？綺麗。綺麗、よき。向こう側なんか貝殻とか、お、これは？マリンスーツや。渡って行ってみよう。ってことで、ピンクマリンスーツを身につけ。ちょっとさ、マリンスーツ着たらさ、キャラクターめっちゃ幼児体型みたいになるよね。かわいいけど。さあ、これで、まあ、こっち側のね、プライベートビーチ。あ、待って、ここなんか掘れるんやない？ちょ、待って。私、スコップ持ってくるわ。はい、スコップ持ってきた。ってことで、ちょっとこれ掘り起こそう。ててーん、大好きを掘り出した。やった。大好きやって。メッセージや、メッセージ。ことこ村長さんからのメッセージや。これ、あっち側にもなんかあったりとかするんかな。まあ、一応、あっちは全部陸続きにはなっとるけど。一応、向こうの端まで行ってみよう。てか、向こう側あれや。階段上がったらすぐにキャンプ場になっとんやね。なるほど。なんかそういうつながりが。てか、めっちゃ綺麗なんやけど。超綺麗じゃない？この海岸。やばいな。あ、この辺のもマリンスーツ？あ、なるほど。タイマーもあるよ。何かしらミニゲームができる。すごいな、めっちゃいろんな花が。海岸まで全然気回ってないもんな。こういう感じで、めちゃくちゃ整備がされています。なんであっこ一個だけ切っとんやろ、ヤシの木。ヤシの木？ヤシの木かな？バナナかな？わからん。ヤシの木とバナナって一緒？なんか、なるみが違うだけで、あ、この辺何気に、森の中に、地球儀があったりとかするのね。さあ、それじゃあ帰りましょうか。あ、ここで、ゆったりと、海を眺めて過ごすこともできると、良きかな。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。私もあんな風にね、海岸沿いをきっちり整備していきたいけど、バナナの木を植えただけで終わったような気がする。